ダメだ。何のために生まれてきたのかわからなかったなんて、そんなのを最後の言葉にして人は死んじゃいけないんだ。優しいな君は。次回文豪ストレイドッグス第50話、スカイフォール。だがいいんだ、凡人なりにやれるだけはやった。